えー、王子はじめましていつも拝見させていただいております、えー。現在プロテインやサプリ関連などで企業準備を進めておりまして王子ならどのようにして販売しますかやっぱり LP などの広告メインでしょうか教えてほしいです。はいえーとね、これは え普通に考えて、もうごくごく当たり前なんですけど LP で売りますよ。LP っていうのはえとウェブサイトのえ縦長のページですよね、あれで売ります、それが基本ですよね、もう基本の木みたいな感じです。そこからまたテクニカルなことに、今、チャットボットを入れたりとか、いろんな要素があるんですけど、まずは LP を使って広告を打つ、それ、王道パターンが大事だと思います。はい はい、ではビジネスのご質問失礼します D2C を成功させた三崎さんは LP を作るのが人並みに外れてうまかったと思うのですが勉強されれた書籍や教教材などがあれば教えてほしいですうんこれ LP っていうのは、ね、ランディングページのことなんですけど僕 LP の勉強を別にしたわけじゃないんですよね。なんかどっちかというとあの結局いいホームページの作り方って超簡単で普通の人っていうのはホームページ作るじゃないですか。 でえー、とりあえずこう自分の,てうの感想としてあいいホームページデザインかっこいいなとかそういうふうに決めていくと思うんですけど僕たちそういうなん,かなんだろうなあの自分の主観って全く入れないんですよねすごい機械的に作るんですよ。でどういうことかというと LP のトップページの写真とか、まあ、ファーストビューって言われる写真があると思うんですけどああいうのって大体4パターンぐらい作るんですよね。 違う方向性で例えば1パターン目はかわいい系2パターン目はかっこいい系とかもうざっくりでもいいんですけどで,で機械的にその 4, 4つのパターンでどれが一番効果がいいかまあ効果っていうのはコンバージョンレートっていってどあの制約率が一番いいかっていうのをあの試して何、えー、だろうなこう合理的にっていうか数値ベースで選んでいくって感じなんですよねなでで僕はテストをひたすすらしてる感じですね。 LP をいいのを作るっていう定義のが難しいんでテストをして鍛えていく感じ筋トレするみたいな感じ AB テストそうそうそれですそれですはい。 LP で最も大切なのは何でしょうか、あれはいい会社を教えてもらうこと可能ですか、LP で一番大切なのはコンバージョンレートです。お客さんが100人来た時に何人がコンバージョン、いわゆる買ってくれるかっていうのがすごく大事です。これが 10%, 10なのか、20%なのか、30%なのか、まあそ,まあ、そんなにいかない大体平均値は業界5%と言われてるんですけど、これを5%じゃなくて10%に引き上げることができれば2倍効率がいいですよね、普通の会社に比べて。そういうふうにやって考えていきますで。いい会社があれば教えてもらう、これよく言われるんですけど、あんまりいい会社はないです。 かと,い,うといい会社があったらみんな頼んでるんでそこに競争力はないんですよみんなと一緒なんですみんなと同じことをしてもみんなと同じような武器は手に入らないですねどうやるかというと自社で作ります自社で徹底的に時間をかけて作ることが一番の成功の近道です P2C に向けて現在勉強します、えー、商品はもちろん王子の言う通り LP がすごく大事ということがありました LP もラン リングににも知識がないいで LP を業者にお願いをし,ようとします懐かしい質問になるんですが、LP をおすすめの製 LP 制作業者でおすすめはいますか、えー、そうですね、えー、そもそも LP の制作業者、えー、LP って皆さん分かりますかあのよくね、えー、と縦長のページあるじゃないですか。 でね、あ,のああいう、ね、LP ページを、えー、とよく皆さん、外注しようとするんですよ、僕は、ね、それがね、えー、まず、ね、はっきり言うんですよ大きな間違いだと思っています。えー、なんで大きな間違いかというと、世の中にたくさん、ね、サイトってありますよね、ウェブサイトって何個ありますか、僕も何個あるか答え質問してて答えられないぐらいあります、でその中で、えー、とより、ね、お客さんに対してアプローチして魅力的に,する魅力的に見せるようなページを作らないと、物は売れないんですよ。 やっぱインターネットって比較するじゃないですか皆さんブッパーンでねも物を買う時にいろんなサイトを見て比較しますよねこっちの方が安いあっちの方が安いとこっちの方がいいとかめちゃくちゃやるじゃないですかその中で選んでもらわないといけないわけですよだから、えー、ともう恋愛と一緒ですよねいろんなね例えばいろんなね男性がいて素晴らしい女性1人女性1人を取り合うんですよだからもう自分がかっこよくないといけないしお金持ちでいけないといけないしとにかく魅力的である必要があるんですそれが LP だと思ってくださいだから、えー、とみんなと同じように LP の のの作作会社に外注お金を払っっててて外注しもも何の競争力もないんですよみんなと一緒なんですよ。みんなと一緒のね、まあ、恋愛でいうとみんなと一緒ののっぺりしたね、普通名しかできないんですよ、それだと。それじゃ勝てないんですよ。それだとビジョンは落とさないんですよ。じゃあどうしたらいいかっていうと、自分たちで、えー、自分のところで社員を雇うようなり、アルバイトを雇うようなりして、内政化します。 で LP の制作会社っていうのは外注お客さんからね LP 作ってくださいって言ったらお金だけもらってねお金つくもらって作るじゃないですかでねその後の品質って別にどうでもいいんですよ、まあれどうでもいいって言うとごめんなさいちょっと語弊があるんですけど基本的にどうでもいいんですよなんでかっていうと LP を作ってお金をもらって LP を納品したらそれで終わりなんで、えー、そこから物が売れようが物が売れなか,かろうがあんまり知ったこっちゃないんですよ、まあ、少なくとも社員レベルではないんですよね、うん、だ,からだからそこに競争力はないですで、えー、自社でやること自社でやると何がいいかっていうとその LP LP を素晴らしいものにするために四六時中社員がずっとずっとずっと集中できるんですよ。わかります制作会社だったらほかのねクラウントの仕事もあると思うから効率よく LP 作ろうぜみたいな。 いっぱい LP たくさん効率を作たくさん金もらおうぜっていう思考になるんですけど、えー、と自社であった場合はもうそれだけでいいからこの LP をとにかく再建してくれともう他の, LP 他の会社の LP なんて作んないし自分のところの LP だけ,だけ, LP だけを再にしてくれっていうオーダーができるんですねだからねかけれる時間が違うんですよ。 で僕はそこに競争力があると思うんでやっぱりかけ時間をかけたらかけた分いいっていう風に、まあえー、すごい単純な方程式じゃないんですけどやっぱりある程度、えー、時間っていうのもね、あのー、クオリティに比例すると思うんで、えー、皆さん他の人たちが、ね、業者に頼んで、えー、短い時間で作った LP よりもこっちはさ時間をかけてさなんずっと時間をかけて、えー、愛情をかけて作った LP の方が強いんですよ。そそが選ばれれるるんんでですよそれが僕は競争力だとと思ってるんで LP とかホーームページを外注する のはお勧めしません。はい。えー 三さんいいつも拝見しておりまますすありがとうございます日本茶の自営業でウェブ販売協会に取り組んでいます。方うがいいですね。三崎さんはスッキリフルーツ青汁を最初に販売するとき、LP 制作は自身でされていましたかアフレートを含めウェブ制作はど,どのようにしていましたか僕は、えー、とスッキリフルーツ青汁の LP ページ、いわゆる縦長のページを作るときは、えー、自分で作りました、まあ。自分でって言っても自分が作ったわけじゃなくて、自分は僕デザインとかできないんでね、自社で作りました。で、最初はどうやったかっていうとですね、えー、とまずですね、えーと,まあ、そうとはいっても、えー、とデザイナー を雇うほどの会社になったのはですね発売してから半年ぐらいなんで一番最初の最初は実はですね、えー、と違った 買ったんですただ、えー、といわゆるこう制作会社に買い注はしませんでしたでどうやったかっていうと、えー、確かクラウドワークスかなクラウドワークスみたいな,、えー、となんかこうクラウド上で個人事業主さんにお願いできるサービスがあるんですけどそこでコンペをしたんですよねコンペをして、えー、と青汁の、えー、とサイトの、えー、イメージ画像を作ってください一番優秀だった人には、えー、確か5万円だったかな5万円をあげますみたいなコンペをあったんですよ。 でそこで優秀なデザイナーと優秀じゃなさそうなデザイナーをあぶり出したんですよねコンペで。 で一番優秀ないいデデザインを作れるのでですね結局ほんとまたこれ競争優位性の話なんですけどもう競争力しか僕は考えてないんですけどどうせみんな制、えー、作会社に頼んで青汁の商品を作ろうとしても青汁のサイトか青汁のサイトを作ろうとしても制作会社に頼んでどうせ作るじゃないですかだからみんなと一緒なんですよだからそこになんか優位性もう何もないんで、えー、僕は、えー、とクラウドワークスで、えー、と一番いいデザイナーをピックアップしてその人にお金を払って あってさらにもっといい出来だったらさらにインセンティブまあお金もっと払いますよって契約にして作った感じです。はい、あと僕ね、うん、あの青汁の、うん、要は。 あのごめんちょっとばらってきてるんでぶっちゃけ言うと青汁を売ったじゃないですかその時って LP っていうのが大事だったランディングページですよねランディングページは何で大事かというとコンバージョンレートっていうのがあっても与田さん一番詳しいと思うんですけど要はホームページにアクセスした人に対して何の確率で制約するかそれが10%と1%だったら10倍効率が変わるわけですよっていうのがあったんですよ。でその LP のコンバージョンレート要は効率が一番いい業界は情報商材だったんですよね当時その通りだ情報商材のノウハウとか僕情報商材の小野達成っていう小野さんっていうのがいたんですけどその人とかがすごくうまくて僕そこに習いに行って当時で別に情報商材僕はね良くも悪くもやらなかったんですけど

なんか悪い人も増えちゃって、でも与沢さんがパイオニアみたいになってたから、与沢さん悪みたいになっていくみたいなのは僕見てたんですよ。だから俺あ情報僕は別に偏見はないですけど、インフォやんなかったんで、まあそれは良かったなと思うんですけど、まあ結果負けず嫌いなかったってう。そうしわかりますね。でも優秀な人多かったですよね。多かった多かった。そう優勝の人結構多かったんですよ。そういやだからね王子がそのそういったエッセンスを生かして自分なりの D2C のあの通販の方に生かした。 E.C. 二か所は<う>すげえ良かったと思う。良かったですね。